大事だから、小さなスペースで相手絶対来るからね。でそこで頑張りたいのは、出したい技っていうのはボール持ってリオをかわすじゃなくて、受ける前にリオっていうマークを外して受けるっていう早手になってきて、 OK？ はい、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 Yeah.
真ん中のディフェンス。触ればいいんだよ。そう触ればチョーンでもいいから。そう。でいい？相手のプレスがなければ持ってる。持ってていいよね。なんかさポゼッショントレーニングやると4回回したら1点ね。であれば回せ、ね。ただ今は違うからプレッシャーがないんだったらしっかり止めて持っていいから、ね。で必ず一辺が空くじゃん。一辺が空くじゃん。そこで受けたい時に曖昧になるからちゃんと欲しいんだったら呼ぶ。呼ぶで、声に出すだけじゃなくてボディーランゲージ体でここに欲しいんだよのヘイなのかこっちに欲しいんだよのヘイなのか全然違うじゃんでしょ、うん、例えばこっちにボール欲しいのにこっちに来ちゃったら全然体の向き変わるわけだから、ね、足元に欲しいんだったら、まあ、足元でもいいしヘイって言いながら体で表現してみてそれくらいのこう相手に伝えたいんだよっていう気持ち出してみオッケー。はい。じゃあ4人組でこっち四角が1、2、3個あります。ね。ああやってみましょう。チーム2つ。安全なんだよね。だから攻撃的じゃないから。例えばだよ、ボールこの中盤の選手が持ってます、上に攻めてますね。だいたいねサイドに逃げるチームとかよくあるんだよ。で確かにこのゴールラインには近づいてるよね、うん、でもこれってゴールからはそんなに何だろう、ゴールに近づいてないから。そうそう、そういうことだよね。要はゴールのこの距離は同じだよね。同じだよね。同じだよね。だよね。っていうことはここに対してこの選手はじゃあこの3番目の距離だよねって感じだよね。でじゃあ相手がいるからね、じゃあサイドにってなんかゴールに近づいたように見えて結局ゴールへの距離は変わってないから、むしろ角度が悪くなってるだけだ。マイナスになってる。でしかも相手戻ってくるじゃん。でしょ。だからもちろんこっちに行くっていうメリットもあるよね。例えばセンタリング上げてポーンってあるけども、だったらここの近くの選手にパスした方がほら2番目の選手になってくる。だから膨らみすぎちゃダメで、今
それをやってるから頑張ってラインでマスターする。ラインでここにいたってさ、ここにパスするのとゴールへの距離感変わんないじゃん。こっちもゴールへの距離感変わんないじゃん。だったらここよりもここで全然いいじゃん。だよね、うん、じゃあこれを一歩前に行くだけでこのミドルパスよりもショートパスでゴールに近づいてるじゃん。明らかにゴールへの距離、ゴールへの距離が近ければ近いほどゴール生まれるチャンス絶対生まれやすいよね。強いシュートもいらないし。 OK、 だからラインしっかりマスターしてみ。 OK、 はい、はい、じゃあメンバー変えてやりましょう。頑張ろう。 OK、 広がるなりよ、頑張れ。やるぞ、いいか。サイドに行ける。そういうことです。今みたいにやってます。四角形なんでそんなちっこくちっこく描くんですかって。大きく描いたら分かりやすいじゃんって。大事に行って。描かん。オッケー？ね？で、ボールパスしながらチャンスがあったら、例えば鬼がここにいるじゃん。ね？こっちパスが来ました。空いてるところがあったら。どんどんポーンって前に行く。ポーンつってファーストたちドリブル今度仕掛けていい。ああ、思い出した。ただボールがドーンってどっか行っちゃったらダメだからね。ダメだから縦突破で1点とかのやつ。そうそう、行って、で今こいつの対角線じゃ誰もいないじゃない。もしいるんだったらワンツー使っても OK。 パスして受け、中で受けてドリブル突破した。え、じゃあ落とした人はどっか行くの？横に。ドリブルした人が横にずれればいい。邪魔じゃん。邪魔。これ試合で言うなら何？スイッチ。落とし。じゃあ落としの動き。なんでそんな日本語なんだよ。いいけどさ。ポストプレイ。そう、ポストプレイ。落とし。ポストプレイ出てこない？ポストプレイ。落とし全部ね。日本語変換しちゃう。とにかく自分の今これ移動シーンだからね。いろいろ今みたいに移動してよくて受けた時の対角線上。逆側、ね、逆の辺に、まあ、ドリブルでもワンツー使ってでも何でもいいから突破できたら1点って形です。 OK、はい、なるほど。で、もちろん、いいんですか？触られたらもちろんダメ。さっきと同じボールに触れられたら、かすられたら交代。 OK、 最強の方法。はい、じゃあやってみましょう。すいません。ハリ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 、なんで俺と同じ。いいね、いいよ、いいね。おー、チャンス伺って、チャンス伺って、行ける。しっかり出して。やった。
の話もそうだけど、ゴールに近づいた方がいいわけでしょ。なのにゴールに近づけるスペースとか、あのチャンスがあるのに行かない、要はシュートチャンスがあるのにシュートしないのと一緒、ね、でボール、例えばさ、これ赤チームがアプローチしてるじゃん、赤選手が、ね、でここ空いてるじゃん、ここが使えるよね、うん、でこの選手はそれに多分気づいてるよ、みんな気づいてるんだけどチャレンジ行かないの。例えばパス来たら何がある、すぐ縦突破、走るだよね、とか、あと今なんて言った、横パス、横パス、縦パス、縦パスだよね、縦にポーン入れました、入れましたね、受けに行きます、落とします、出ればいいわけだよね、うん、どん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 1点入れたいわけよ、でみんな見えてる、ただ見えているんだが、さっきのトライアングルパスみたいにこっちに行きたいのにボールがこっちサイド行っちゃったらさ、ほら難しいよね、そうなったらじゃあ違うこと考えましょうで、ワンツーで行きました、行きました、さすがソーマだよ、違うよ、エイト君だよ、エイト君がやろうっつってパーンっつって、ソーマ君がわーっつって、なるほどね、まあよくわかんないけど、よくわかんないけど、要は前見えているのにチャレンジしてない選手が多い、見えていないとは言わせない、絶対見えてる、見えてる、さっきできてたし、うん、ここさっきだったらポンポンってパスしてた、うん、ただポンポンがさっきできていたのにポンポンって自分で行こうとしてる選手が少ない、うん、っていうことはどういうことかっていうと、攻撃的選手が少ないっていうことで、これ攻撃的選手が増えないと何が生まれない、ゴール、そういうことだよね、オッケー、ゴール守れてもゴール奪えなかったらダメだろ、うん、で今取られて、あ交代だ、そんなことビビるな、ビビるな、どんどん鬼交代しろ、オッケー、はい、どんどんチャレンジ、はい、どんどんチャレンジ、じゃあ、ソムと入ってやる、バリが一人、
女子一人、女子一人来たから、ハルト、ハルト来てじゃん。誰か、あと女子、女子。分解よ、分解する。444。分解して。くれ、くれ。微妙だよ。今んとこ微妙だよ。履き違えてる。暴言だよ。暴言だって。こっち、アスキよ。はぁ？それ以上のこと言ってる。OK、いい、聞いて。4対4のフリーマン4人を入れやりたいと思います。聞いて。フリーマン？こっちのゲームで、コートこうなってるよね。はい、ね、で、1、2、3、4、例えば白チームがこっち側のゴールライン、こっち側のゴールライン、こっち側の、こっち側の、そう、1人ずつ入ります。ね、で、必ず、フリーマンを使ってフィニッシュしないといけない。オッケー。ポストプレー。例えばオレンジチームが上攻めてるとするじゃん。でブルーチームが下だとするじゃん。ということは来てないチームがここに張り付くわけ。ね、でフリーマンは誰の味方でもあるから。ね、ライン上だけですか。そうそうそう。だからブルーが持ってれば。あっちに選手でも後ろに。相手のゴールの。そう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 。そう同時に喋るな。だからあだからゴールズの時だけで分かんねえ。だからあそこのジャージのところに立ってる人が落としてどっちどっちを使ってもオッケーだから、要はだからブルーがボール持ってたらブルーとあの来てないチームの連合軍だから、こっちこっちこっち、じゃあ自分ちゴールがこっち側だとすると、こう横出してシュートもありえる。だからポストプレー入れてシュートしないとダメ。ありえる。じゃあ一回落としてもらって。落としてもらって。そういうことか。わかった。あそこのポスト。ピンチの時だけ一緒に。やっとわかった。ワンタッチ。後ろ使ってもいいよ。後ろ使ってもいい。オッケー。わかる？はい。
かもよ。すぐ形三角形遠くない？コレクティブだったよね。コレクティブに離れすぎ離れすぎ。
自分のレベル上がったなって思う人、はい、あ、はい、でも1回上がった、はい、3レベルぐらいあるね。ニジカたちはそうでもない？じゃあ手上げろよ。じゃあ手上げるんでいいんだよ。いい？じゃあ少し上がったんだったら少し手上げなきゃね。うん、俺少しでもこれだよ。だって皇族みたいにじゃないとあれだよ。これで、ね、あれそれでいいんだって。自己採点だからね。じゃあ元気な力どうだ。はい、はい、ね、俺はちょっとこの2人方向間違えちゃってるからそこ修正して。俺はいいよいいよ。コウスケとあっちゃんはあの元気なんだけど方向間違えて暴言にならないように。それは気をつけます。これが一番でしょ。いい、最後一番危ない。 でどう、何を動かすんだ。首、あ、ボール動かすけど、ボールだよね。ボール。今まではどうだ。今まではどちらかというと、あっちゃんが持ったドリブル積極的に行けんなら行けよ、パラで前向いたら積極的に前挑めよ、帰り行けよ、エイト行けよだったよね、はい、でね、ダメじゃないよ、使っていいんだ、使っていいんだが、しかし人が動くよりも今ちょっとトレーニングしてほしいのはボールたくさん動かす。そのためにはいい3人目の動きって言うんだけど、1、2、ボール持ってる人1、受ける人2ね、でもう一人例えばじゃあシューマだとしましょう、ね、1、2、3人目がこれサボっちゃダメ、ね、で3が
どっちになるか分かんないじゃん。例えばコーチがシューマンを選んだら3が厚木だよね。だよね。だからここで目合わせとかなきゃいけない。あ、厚木に流れたなの瞬間でこの選手が動かなくてもいいんだよ、動いてもいいんだよ、どうしたらいいかなっていうコミュニケーション、はい、OK、まあ、3人目の動き、ね、非常に上手くなってきた、ね、はい、あの昨日も言ったけども必要なものが身についてるんだったらもう確認だけで次のステップにどんどん行きたい。で今コーチがプランニング立ててるのは1月中はこんなことやろうかなっていうことがある。ところがそれがもう今日明日できてるんだったらもうやる必要ないよね。で2月にやろうと思ってたことを前倒しでどんどんやっていこうよ。でしょ、なぜなら君たちに限られた時間はもうある、もう限られちゃってるわけじゃん。じゃあプロになる、いつプロになるって決めるじゃん。だいたい20かな18かなっていうことは、そこまでの逆算すれば何時間しかトレーニングできないの中で同じことやっててもしょうがないから、どんどんステップアップしていこうよ。そのためにはやってんのコーチじゃないから、お前たちがどれだけやるか、女の子たちもめちゃめちゃ上手くなってるじゃん、ね、上手くなってるけど、ただ今みたいなそういうとこだよ。伸びてる、伸びてると思ってんだけど手あげない、これダメ、ね、伸びてると思ってんだって自己採点でいいんだ、伸びてるよ、いや伸びてないな、それで全然 OK、 それがプレーに出てる、うん、こう私にちょうだい、うん、俺にちょうだいっていうのが出てくるとシュート生まれるよね。ニジカなんかとってもいいところにいるんだけど、その思い切りがないからゴール目の前なのに弱いキックでなんかパスしようかな、シュートしようかな、悩んだ結果中途半端。いいんだ、思いっきり外せ、空振ったっていいしね、ポーンっててドーンって、そんなアンセムの選手今までいっぱい見てきたから、あー目の前がゴールあんのに外しとるわっていう選手いっぱいいるからね。これとこれ、いや違う、俺は前はちゃんと俺だと心になんかそういうのがあるということですよね。自分で認めちゃったみたいな。オッケー、よし、じゃあ立って、はいはいはい。